皆さんこんにちは。こんにちは、本日はシリーズ化でしょうか、ニューハーフ女優さんにお越しいただきました、日和ゆなさんです。はい、こんにちは、日和ゆなです。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。いよいよシリーズ化、これからニューハーフ番組にしていくつもりですかね。いや、いいじゃないですか。それはそれでも正直言われなきゃ分かんないですよ、マジで。ねえ、マジの話。そうなんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりですが、経験人数を教えてください。いきなりですね、いきなりですね。ですけど、1というわけじゃなくて、はい、1万です。1万出ました。万は無理じゃないですか。万は初めてじゃないですか。大台、すごい。大台、それたどり着けるもんですか、万って。いや、結構厳しいです、ね、あれですよね、なんか山に登ってみたら知らぬ間にエベレストでしたみたいな。いやいや、本当ですよ、すごい。それ例えよく分かんないですけど、でも高みに すごいですね。どうやったら、だって1対1でやると万なんていかないじゃないですか。1万に近くなるから。それが、ね、そう、なんか私結構複数とすることが多いんですよ。たい1が多くて、はー、一番多かったので、あの9対1なんです。9対1です。10ピン。野球の試合だったら絶対勝てないやつですもんね。10ピンです。1対9じゃあね、10ピンです。すげえな。何がどうなったら10ピンなんですか。その時はなんか私そもそも好きなんですよねっていう時に、あの、まあこの時代なんで、あの携帯電話使って知らない人と会える時代じゃないですか。でずっとやり取りしてて、その日に限ってもうその8回連続ドタキャンされたんですよ。そんなにドタキャンされるもんなんだね。8連ドタキャンされて、やったことないけど、やっぱ8はすごいわけね、そのドタキャンは。多分なんかそのうち1人ぐらいはもうなんかあの分身使ってるんじゃないかぐらいな、8連ドタキャンされて、さすがにもうフラストレーションっていうかあるじゃないですか、はいはいはい、こっちにも欲しいものがあったのに。そうね、予定したのに、うん、そうっていうことで、ちょっとあの女装してる人とかニューハーフの人とかがこう、まあ、それ前提で会うコミュニティスペースがございまして、コミュニティスペース、はいはいはい、でそこで一人やったらすごいおじさんがいて、はい、でなんか「ちょっとぐらいいいじゃん」みたいな、なんかすごい近いなこいつみたいな、はいはいはい、人がもうなんかもう最初からここおるみたいな、すげえおじさんが最初から手回しとるみたいな、はい、きしょみたいなやっとったんですけど、やっぱ押すって大事で、なんか、まあ、もうなんかとりあえず一発出しとけばなんかこれ済むんじゃないかって、なんか結構みんないる前で結構やっちゃって OK なんですよ、ルール上。ああ、そういうとこなんですね。そう、え、うん、あのなんだっけ、そういうとこあるじゃないですか。あ、ご存知ですか。ハッピーバーとかじゃないんですか。もう本当に生まれつきの女の子は入っちゃダメのハプバーみたいな。あ、なるほど、それがコミュニティスペース。だから選ばれし者っていうか、そういう人しかいない。そうですね。そうです、選ばれし者でしょ。別に男っていうだけ。そうですね。生まれた時は男性っていうことですね。あの、ありし者がなければ。ないといけないんですね。ありし者がなければ。農家の人が行っちゃダメとかいうわけではないんですか。でも男の人だと全然自分でのんけって言いながら、なんかもう明らかにちょっとドゥイッとしたかって人はいっぱいいますね。はいはい、のんけね、のんけねみたいな。すげえな、知らねえとこが多いな。多いですね。でそれしたら10になるんですか。あ、そうですね、その時に10になりましたね。もう仲間がどんどん増えてきて、なんか気がつけば仲間がやっぱあのそこに行けばありつけるってやっぱ、うん、すごい。仲間集めが得意ですもんね、そういう意味ではどんどん。やっぱそこであの9本並んでるのを見たりとか。9本並んでるってすごいね。なんか俺もだ俺もだみたいな。なってなんかボロンサーどこから行くみたいな。なった時はなんかやっぱ気持ちいいってなりましたね。でもそうですよね。その気がなくてもやっぱり9人の男性がその気になってくれたら、うんうん、なんかやっぱ嬉しいもんですもんね。なんかいや、きっとなんか、あ、そんなにみんな思ってくれてるのかっていう。本当？ダメですか。いや、私プライベートで目の前に9本チップがあったら私無理、怖い。まだまだね。まあまあまあ、それはあれです、あのだから そういう状況じゃないから。あ、だからそういう状況になった時に、でも 8回連続ドタキャンされた状態で。そうですね、なんかもうタイミングか。全てタイミングですよ。そうそうそう、8連されたらちょっとさすがにね、確かに
それは9本ぐらいか。9本ぐらいいただかないとね。嬉しい、嬉しいです。あの変態遊び場に集まってる変態遊びしたがり素人おじさんの集まり、はいはいはい、だからそのプロの男優さんとかってわけではないから、うん、みんなあの常にベストコンディションではないんですよ。だからとなんかすごい、どういうことですか、ベストコンディションじゃない、そのあれあれ的な、あのあの人的な元気さが人的な、なんか、はい、のがちょっとあれだったりとか、9人みんな知らない人なんですよ。男性を受け入れるそのあれが1個しかないんで、はい、ちょっとキャパシティが1つしかないんで、ちょっとキャパというのか分かんないですけど、はい、日本雑誌とかはちょっとあれなんですけど、はい、ってなった時にやっぱ1対1になっちゃうわけじゃないですか、はい、でその間のなんか人たちってなんかすごいなんか手でやって口でやってみたいな、すごいやるんだけど順番決めといてって、うん、あ私あのもう9来たら9入れたいんで、入れられたいんで、やっぱ彼らやっぱその素人さんだから待ってる途中とか、えじゃんけんで決めてよみたいな言ってもしないんですよみんな。やっぱ性対象じゃないからそっちは。そうっすよね。ただコミュニケーション取りたくないみたいな。あライバーそっか、なんか押すとしても何かあったんでしょうね。だから10構成してる人たちはみんな知らない人だから、なんかこいつ性対象じゃないから話したくないみたいななって、でそうやってる間にやっぱ暴発しちゃうんですよ。暴発？彼らがもうキッとかやってる時に、だからキッとやってる時に、あもう俺ダメみたいな。自分勝手ですね本当に。そう本当に、ね、本当に。だからよっぽどやっぱ緊張感っていうのがコンディションがやっぱ良くないのかね、やっぱりその慣れてないから、まあ、空気ちょっとした刺激に弱かったりとかってするかもしれない。うん、もっとこうシステム化しなきゃいけないですね今後。システム化しっかりとしたシステム化。待ってる間男性はパンツは履いてるんですか。もう履いてなくて、やっぱもう履いてなくて待ってるんだ急に。待ってるっていうか囲んでるって感じです。多分ちょっと調子こいて脱いだもののまだ早かったなって思った人は何人かいると思いますよ。慣れてないからね。でもみんなあれなんです、あのみんな漏れなくあのあれはすごいあのマックスな感じで、あその辺は元気なんですね。マックスだったんだけど、じゃあそのベストな状態でじゃあそのドゥイットできてないみたいな。いやナイキに怒られるんですよ。いや素晴らしい。ここにドゥイットは怒られそうです。いい表現ですよ。いや初体験はおいくつですか。初体験はですね、男性との場合は本番はしてないんですけど、17歳です。あのそういうなんか女装してる人たちを貪るあのガラケー時代独特の掲示板が、ああ掲示板ね、スレッド掲示板っていうのがあって、はいはいはい、でそこでなんかちょっとかつらかぶってただけで写メ撮ったらもうなんかすごいチヤホヤしてくれるんですよ。うんうんうん。で私生まれ京都なんですけど、え一緒、あ嬉しい、伏見です。いいじゃない、ね、すごい、そうなんです、南側です。そうなんですけど、はい、なんかやっぱ全国いろんな人から連絡来るんだけど、もう京都ってなった瞬間もう連絡がね、もうなんか、どういうこと？京都って分かるとみんなどうなっちゃうんですか？なんか京都の人は反応するってこと。あ大半はやっぱ東京とか、 なんかやっぱ関東側に集まるけど、やっぱ人口として関西ってなった時にもう大阪からも行くみたいな人とかも、でもなんかそれで京都だってなった時に一人めっちゃ反応してくれた人がいて、はい、でその人と会う約束して、でも実家だからカツラかぶったりとかしたままお外出れないから、最初男の子の格好して、でちょっと本当はその人となんかそういうのするのドゥイットは結構怖かったんですけど、うん、怖かったんだけどなんかちょっとお買い物してくれるって言ってくれたから。どういうこと、お買い物してあげてくれたくない、逆にご褒美っていうか、まあ、ありがとうで。本当はうまくそのせずにもうそういうなんか期待だけ戻せて帰っちゃおうと思ってたんですけど、やっぱ車乗ってるし、なんか、まあ、なんか3500円ぐらいの浴衣っぽいコスプレを買ってもらったんですけど、その人曰くなんか、いや大人普通さ3500円とか500円とか払わないからみたいな言ってて、3500円で向こうはちょっとケチだった、買ってあげたんだからいいだろうと。でもなんか私月の小遣い8000円だから、あそうだよな、私の、まあ、約半分ぐらい、月の小遣いの半分ぐらいだもんな、そこで会話成立したんです。で、ね、今考えたらで、その人も30なんか後半とか37とか8とかの人だから、いやすげえなそいつも。だからなんかもうこんだけやってんだからさ、なんかいろんなことしないとダメだよねみたいな。30後半で3700円の浴衣買って、
っていうので、まあ、せざるを得ないじゃないですか、はい、せざるを得ない、うん、せざるを得ないが難しいところですけど、うん、どこまでしたんですか。それで向こうはいいよっつって、いやでもありがとねで結構したがってました。あ、それでも結構あのファイナルドゥイットしたがってました。ファイナルさすがにそれはダメだよと。あの当然したことない、うん、けど興味はあって、もうその時からもうこの片鱗はもう見えてて、なんかもう多分本物を入れちゃうともう本物に夢中になってしまって、もう人生がもうメスになってしまうってなってたんで、で親の教育的にそれは良くないってなって踏みとどまってたんですよ、ま、なのでお尻に綿棒を入れるくらいに綿棒自主練はされてた。いやこれ自主練っていうか綿棒を入れることによって何かやっぱり違うもんですか。いやあの綿棒やっぱいいんですか。それもまたネットで拾った情報なんですけど、その綿棒をそうやってお尻に入れながら、あのドラゴンボールのヤムチャが出てくるところを見て急にものすごく気持ちよくなったっていう投稿があって、そんなあの脳が夫婦犬のヤムちゃん、そうですそうです、あの栽培マンに、はい、栽培マンにやられたバーンってやられ調子こいてね、やられてるとこですごい、はい、なんかじわじわ来てた気がすごい、ここに溜まってる気が。ヤムちゃんって強いわけじゃなくて弱いから母性をくすぐって何かあるのかもしれないですねもしかしたら何か守ってあげたいというかがいいっていう話を聞いて、綿棒でちょっとで、その時私あれだったんで、あのまだお小遣い少なかったんでサブスクとか入れなかったんで、まあ、ちょっと見れなかったんですけど、なんかヤムちゃんに近いあのドラゴンボールの星 のセル編読んでちょっとやってみようとしたけどまだちょっと達成なかったから、まだダメだなって、はあ、まだダメだなってなって、はい、で、あのなんかせめてあの私もそういう気持ちはあるんで、ちょっとあのお口でドゥイットでいかがですかって、お口でドゥイットでいかがですかって。全然よくわかんない話になりましたけど、その、うん、要は、うん、目だからお尻はまだ怖いから、うん、まだ綿棒止まり怖いから、はい、私なんか前にやったら出ちゃったって嘘ついて避けたんですよ。あ、なるほどね。相手がなんかしたくなくなるように方に仕向けて、でも終わらないと終われない、あのドゥイットが終わらないと終われないからってなった時に、やっぱしてあげないとねって、はあ、あとぶっちゃけしたくはあるから、相手がやっぱ自分で足してくれるってすごい嬉しいからってなった時の間がやっぱこうやってあの出していただくっていう、17歳のこの思春期な感じがね伝わってくる素敵なお話じゃないですか。でたくさん、うん、ちょっとあのたくさんお出しになっていただいた。え、まさか飲んでないですよ。いや、あの違うんですよ、私エッチなビデオで学んで飲んだんですよ。すごいね。飲めって言われたんですか。いや、なんか言われてないんだけど、相手がもうなんかもう吐き出す吐き出すみたいな言って、もう置いてたって相手はシャ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 みたいな出せって言われたんですよ。逆にもうなんかもう電光石火でシャ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 ワーみたいな、もうティッシュの塊に出してやったんだけど、いやこれごっくんしたらなんか3500円以上ありえるかもみたいな、浴衣以上ありえるかもみたいな。なるほど、自分の中でも勝負だったんですね。ちょっとね、スケベ心がありましたね。もうちょっとなんか買ってもらいたいのがあったんですね。ちょっと何買って欲しかったんですか、ついでに。いや、メイド服欲しかったの。男性は喜んでました。あ、でも本当に引いてました。あ、引くのね。あ、それ引くんですね。なんか電光石火でティッシュ出す人がさ、うん、これどう男性は引くんですね。なんかほら、あのしたことないって言ってたから。ビビるでしょ。ええ、散々嫌がったこと飲んでたのに、ね、いざ始まったら飲み上がったってことですか。あ、そう。だからなんかメイド服は買ってもらったんですか。いや、買ってもらった。なんかそれ以降連絡来ない。いや、多分あれ、うん、あのドゥイッとしたのがじゃないかなって。メイド服着てね、お帰りなさいって言ってあげたいけど、もう来てくれなかったんですね。そう、ご主人様したかったですね。じゃあ貫通したのはおいくつの時ですか。うん、そう、貫通ってすなわちドゥイッとですよね。ドゥイッとですよね。ドゥイッとですよね。あの、それは20歳になります。あ、20歳。あ、そっか、3年間ね。そうですね、なんか踏ん切りがついたっていうか、逆に吹っ切れたって感じかな。それががもう20の時になりますね。そうですよ、1万超えですもんね。だってそう、でもなんかその
二十歳の時に、はい、その少女卒してそっからもうそのだから今まであったから、なんかもうここはダメだってなってたのがもういいやってなったらもうそっからもういいやがもうそのままもう一十百千万だから我慢した、ね、我慢した分の抑圧がボーンとそうはー忘れられない思い出ありますか。忘れられない思い出か、その時まだ私少女だったんですけど、はい、その時にまあ、京都のねすごい夜景が綺麗な公園があったんですね、うん、でその公園でちょっと友達待ってたんですよ、うん、まあ、高校と大学の境目ぐらいのタイミングだったと思うんですけど、うん、で自転車で私一番最初に着いたんで待ってたらなんかねガテン系というか現場系のおじさんが、はい、私が着いた2分後ぐらいに来てで、まあ、最初お弁当食べてたんですよ。なんかわざわざガテン系だねいいね、うん、わざわざこんなところで食べんなよって思いながら食べないよなんかお前もうちょっとあるだろうみたいな思ってでもまあ食べてるじゃないですか一人飯してで終わったら今度なんかそそくそズボン抜き始めてもう私がこうやって座ってる隣に立って本当にして始めてそんなシチュエーション聞いたことないなんでいやなんかその時分かんなかったんですよ、はい、分かんなかったんだけどなんか物静かにこうなすってるんでなんかあるじゃないですか。でも私も怖くて、はい、LINE で早く来てお願いみたいな友達にグループ LINE で言って、うん、だって怖いじゃないですか。確か怖いですよ、ね、信じたくない信じたくないここ で、ね、ここでセルフィー衝撃映像が ねセルフィーしててほしくないから、うん、しばらく経ったらすごいずんぐりむっくりの近いタイプのおじさんが同じ格闘タイプ同士みたいな感じのおじさんが来てで何も一言も発さずにそのままどこかに消えていったんですよ。一緒にちょっと待ってください、これってエロい話なんですか。なんかすごいエロいですかこれ。なんかすごくないですかこの話まあでもなんか後々なんかそういうネットで調べたらそこがその男性と男性がマッチしてドゥイットするその発展場と縁があるんですねそういうところ気づいたら発展場に行ってしまうっていう、うん、足がねいや本当に分かんないですよ。確かにだってお昼間は少年がその野球やってボールをかけてるようなところですよ。